森木投手がいた時の学園も明徳には勝てなかった、はい、本当に春の学園初の明徳っていうのをずっと言われてる変則さはなかなかその初見では打ちづらい、ちょっと不思議とこれは見てないですよ。ピッチャー本当に室戸から清水まで、まあ、高知県の東西にわたって連合を組んで、練習試合も本当にこう一つ二つ勝ってるので、連合とはいえ力は去年の夏から比べても上がってるのかなと思います。甲子園に出場するのはどうチームだ、全国高校野球選手権高知大会の展望。夏の甲子園の出場権をかけて争う全国高校野球選手権高知大会が7月15日開幕します。で、今年は連合チームを含めまして27校23チームが出場して熱戦を繰り広げます。まず今年優勝候補に上がっている学校ってどこでしょうか。優勝候補はシード4校っていうのが真っ先に上がるんですけど、第1シードは本当に夏に強い明徳義塾、第2シードは2年連続で選抜高校野球16強入りしている高知高校で、第3シードは新人戦春季の県予選で準優勝して、まあ、今年本当に結果が出てる高知勝利で、第4は中期の四国大会を高知県第3代表で経験した高知中央、まあ、この4つがまあ軸。まあ、明徳は去年の夏の甲子園でサードで出場した今捕手寺地君っていう、まあ、この選手は攻守の要、捕手であって3番で、やっぱり去年よりバッティングも確実性、あと長打力も増して、この選手は結構代表候補になってるので、まあ、この選手は注目かなとは思います。で、まあ、高知高校はすぐ思いつくのはやっぱ投手力がいいっていう、で2枚看板がいて辻井君、平君、両右腕がいるんですけど、2人は共にまだ2年生で、まあ、選抜高校野球で3試合投げて履正社倒したりとかですね、で経験積んでるんで、この2枚看板で明徳に挑むっていう、まあ、両方とも球速も140キロコンスタントに超えてくる、緩急も少し制球もいいしっていう、まあ、この2人が本当に機能すれば、まあ、例年のように今の決勝は明徳だとしたら、まあ、いい試合になるんじゃないかなと思うんですけど、守り明徳はやっぱり守りからリズムを作るっていうチームなんで、基本はやっぱり今年も打力は上がってるとは思うんですけど、練習試合とかの結果も出てますし、秋の四国大会とか、まあ、去年の甲子園もそうなんですけど、夏の甲子園もそうですけど、やっぱり明徳は守りが崩れてというかミスが出てそれで負けてるんで、でそこを締め直して堅い守りでリズムを作って主導権握ろうっていうチームは、そこは変わらないかな。高知高校もどっちかというと守りからリズムを作るので、基本はなんか同じようなチームかな。県主のチーム同士っていう、そうですね、明徳と学園の決勝って高知県やと何回もあってると思うんですけど、なんか学園がなかなか夏行けてないんですよね。この10年で見ても7回対決してて全部明徳が勝って、やっぱりあと1点届かないとか、あと1歩届かないとか、あと1歩明徳が届いて勝ち切るとか、守り切るとか、森木投手がいた時の学園も明徳には勝てなかった、はい、本当に春の学園夏の明徳っていうのはずっと言われてるところで、学園としてはなんとか今年甲子園の経験も豊富なメンバーなんで、夏になんとか勝ちたいとか。他のシード校で注目選手ってどんな感じ。その第3シードは高知商業は、もうこれも本当に2枚看板なんですけど、まあ、3年生で草道君と井上君というピッチャーがいるんですけど、この2人とも本当にこう仕上げ作れるピッチャーで制球もいいですし、でもまあこの2人春季の県予選とかは怪我で2人ともいなくて、やっとここに来て2人揃ったんで、今までこの投手陣が揃った状態で県内大会で戦ってないので、高知商業は、まあ、この2人が機能すればいいところまでは行くんじゃないかなと思うんで、逆にこの2人が機能しなければ、なかなかその明徳学園を倒すっていうところまではいかないかなと思うので、本当にピッチャー的にかかってるのかなと思います。なるほど。中央どうですか。中央は去年の秋から本当にその140キロ超える3人のピッチャーがいているんですけど、高橋君という左腕と藤田君というピッチャーが出てきて、まあ、その2人が最近すごい活躍しているので、基本この2人を軸にして上位シーズン対抗していくって感じですかね。足使えるんで機動力は、まあ、だから打てなくても、まあ、機動力でワンアウト3塁とか作って内野ゴロを返すとか、そういう野球を目指しているんです。コツコツとこう点を取っていく。そうですね、まあ、それが本当にこうハマれば初優勝っていうか。中央なんか最近結構上位に来てますけど、優勝はないですか。そうですね、あとは本当に上位2校とか3校の壁をいかにしてやるかっていうのが近年の課題なので、まあ、それに今年はチャレンジするっていう
のシード校以外にちょっとこの学校面白いぞみたいなところがあればぜひ教えてもらいたいですけど、その湯沢高校とかは、うん、まあここもやっぱり投手中心に守って競り勝つっていうか、まあここでも機動力をかなり使った野球の練習をしてて、ワンヒットでも盗塁それこそ犠牲ぐらいとかそういうのを返すっていう、そういう練習をよくしてます、うん、でまあピッチャーがその小川君っていう3年生が変則左腕、なかなかその初見では打ちづらい。このピッチャーは秋と春の県予選で三振取って、まあ4試合37個と。4試合37個。このピッチャーが本当にこう打ちづらいというところもあるので、まああとは味方打線が何点援護してあげられるか。変速ってどんな感じなんですか。まあ手が本当に遅れて出てくるんで、まあ見づらいです。横投げでちょっと下側ぐらいから出てくる。で緩急ついてるんで、そんなに球は全然速くないんですけど、うん、ちょっと不思議とこれは打てないですね、このピッチャー。変速系のピッチャー、打せて取るようなイメージがあるんですけど、狙って三振取りに行くタイプじゃなくて、打せに行ったボールを空振りするっていう感じなんで、打ちづらくて。そうですね、まあ、だから1周目、2周目とかは多分抑えれて、勝負は本当3周目とか、まあ、結構彼、スタミナもあるので、まあ、待てて降板するっていうことは多分。考えにくい。向こうの目が慣れてきた時にどうかみたいな。そうですね、まあ、ある一定そこの失点を確保してて、まあ、あと味方打線が3点、4点とか取ってあげれば勝機が、ね、広がるんじゃないかなと思うんですけど、サーラってすごいですよね、山の上の学校で、まあね、街を上げて応援してて、ね、まあ、練習環境が整ってると思う。もう初めての甲子園とか掲げてやっぱり練習してるんで、まあ、チーム力が年々上がってきてる感じですね。あ、面白い学校ありますか。つなげると丸の内高校7年ぶりの、これまでちょっと連合チーム何校かで一緒に出てたんですけど、うん、7年ぶりに丸の内単独で出場が叶いまして、うん、まあ、3年生が2人と2年生2人なんですけど、うん、そこにですね、新しく1年生部員が結構入ってくれたということで、はい、人数も揃え11人で臨むということになります。あともう1校で言うと秋高校はこの春まで連合で出てた、もともと秋と秋桜ヶ丘っていう2校あるんですけど、そのチームがこの春統合して、まあ、新しい秋高校として、新しい学校として今回初の甲子園に臨むということで、うん、まあ、ここも部員1年生と9の2校合わせて17人いるんですけど、うん、まあ、本当にこう新しい一歩というか踏み出すのかなという感じですね、うん、秋の大会でベスト8入った須崎総合が春季大会で土佐塾に負けてまして、うん、1回戦で、そことまたこの夏1回戦で当たります、はい、高知県でチーム数少ない分、秋にもやった春にもやったというような対戦がたまにあったりしますので、そういう時にあの時と比べて今回どうかなというような、そんな楽しみ方もできるかなと。学園とロースコアで競ったっていう、それ注目ですね。本当に室戸から清水までなんで、まあ、高知県の東西にわたって連合を組むとか、まあ、結構珍しいんですけど、こういう連合っていう、大体近場で連合を組んでたんで、ちょうど中華店の海洋高校に集まって連合をしてなるほどって感じです。まあ、愛媛の連合と対戦する機会があって、はい、の時に初めて全員揃ったみたいな感じですね。だから普段から連携の練習とかもなかなか難しいので、監督さんと各校の選手が二人三脚だったりとかで、まあ、練習をして本番に備えるって感じなんですけど、まあ、その愛媛の連合チーム、まあ、今治の連合チームだったんですけど、うん、そことも本当にこう6対2桁安打もいって、ピッチャーもスタミナも大丈夫十分で、十分試合になってて、練習試合も本当にこう1つ2つ勝ってるので、連合とはいえ力は去年の夏から比べても上がってるのかなと思って、この面々はやっぱりずっと連合でやってきた選手たちばっかりなんですけど、時折その見方が変わりながら、今の3年生はだから連合とかのチームの集大成みたいな形で、まあ、ちなみにそのこの春まで連合組んでたこの丸の内高校のバッテリーはもともとこの連合チームのエースと、まあ、正捕手だったんで、その人たちがいなくなったんで、はい、どうするどうするになったんですけど、東の三高連合が、まあ、室戸が加わったんで、まあ、室戸のエース、この連合のエースを担って試合を作ってくれる、うん、バッテリーがこそっと単独出場できるようになって抜けて、ただその代わりにまた新たに入ってきた室戸の怖いエースになった。そうですね、だからあとは本当にこう海洋とか清水とか打力のある選手もいるので、まあ、結構ホームランバッターもいるんで、おお、すごいですね、まあ、試合には十分なるとは思うんで、うん、ちょっと侮れない。そうですね、まあ、みんな本当にこう野球できること自体がやっぱり嬉しいし楽しいって言ってて、週1回ぐらいは集まるんですか。まあ、集まれればいいかなって感じですね。週1回集まれたらいいぐらい、まあ、全部は無理なんで、
やっぱ近隣で集まれる時に集まってって感じですね。人数だけ見たら19人いるんですけど、まあ、なかなかその内外への連携であるとか、そういった部分はまあ難しいかなと思うんですけど、そうですね、まあ、その連合がまあ、あるように野球人口が減って、まあ、これ全国的な話ですけど、部員がまあ少子化もあり部員も減りっていう中で、まあ、一つ結構面白いなと思ったのは秋校なんですけど、秋校は高校から野球を始めたっていう選手が3年生が2人かな、まあ、1人は少年野球やってるらしいんですけど、であと1年生が2人おって、で特に3年生は2人ともレギュラー取ってるんで、時は本当に野球素人で中学吹奏楽部高校に入って野球を始めたという男で、その子がまあレギュラーで背番号、1桁背番号もらってるんですけど、すごいですね。他も1年生の新入部員も他のスポーツやってて、まあ、野球に関心があってやってみるって、まあ、なかなかちょっと公式野球って公式ボールって硬くて怖いし、そうなかなかちょっとハードルが高いっちゃ高いんですけど、まあ、でもまあそういう形で結構野球始めやりたい子ができるっていうのはいいのかなというか、まあ、僕自身17年前ぐらいまで高校生で野球やってましたけど、その時はまだ32、3チームあったんで、あそこから17年ぐらいでここまでまあチームが減るとか、まあ、9人ギリギリなんてチームなかったし、まして連合なんてなかったんで、時代の流れを感じつつ、まあ、いろんな、野球興味持って高校からでもできるよっていうのは一つ、まあ、何かあるのかなっていう気がしますね。そうね、なんか頑張ってほしいですよね、はい、そういう選手。なんか上位校同士の対戦もすごい面白いんですけど、一生懸命野球やってる学校同士の対戦とか、そういう学校がどうやって強いチーム相手していくのかっていうのは、そういうなんかドラマがあって面白いですよね、校長予選って。ちょっとまだ今回紹介しきれてない学校もあるんですけど、それはあの概要欄に23チーム全部紹介した記事のリンクが貼ってあるので、そこからぜひ見てみてください。もちろん開幕してからもう新聞であの取り上げていくので、結果はぜひそれを見ていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。